こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。大発生を使って図鑑のタスク埋めに行ってみたいと思います。天眼の山麓に久しぶりに大発生が出ました。今回のだと、お、待って、フクスローの星ってことはこの後確定で新たな群れ出ますよね。ということはジュナイパー出るんじゃないかな。ジュナイパーの群れ今まで見たことないから今回初めてになるかなと思います。これ楽しみ。なんか一匹でっかいのいる気がする。これが最後。すごい入らない。あと少しだけ豪雨が続きそうだ。え、豪雨そんなに時間かかってる。来るぞー、来ましたね、翡翠のジュナイパー。いや、御三家のタスクも大発生使うと埋めやすくて本当に助かります。まずい、すごい見つかってる。こっち来ちゃいますね。泥団子使おうか。はい、ダメ。あれ、御三家効くよね。あ、効きましたね、よかった。リセットリセット。はい、入るかな。まだジュナイパータスク埋まってなかったような気がしてるので、これは嬉しい。御三家系で未だに出会ったことなかったんですよね、フクスローのところ。だからジュナイパーが出るのは本当に嬉しいです。 OK かな。いや、早かったですね。めっちゃ時間かけてしまいました。一応出てたジュナイパーは全て捕まえてきたので、木狼、フクスロー、ジュナイパーで全部これで埋まったんじゃないかな。確認しましょう。倒したのと一応捕まえたので分けてみました。8匹出るので44ぐらい。さすがに倒した数っていうのもある気がするんですよね。埋まった。いやー、やりましたね、よかった。完成で、未だに数が少ないんですよね。木の実のところが出てるので、そっちにも行ってみようかな。多分今回のマップの大発生のポケモンってみんな図鑑埋まってるんじゃないかなって思うので、ちょっと適当にね見て回ってこようかなと思います。とりあえず、あれあれ、一家ドーミラーの方行ってきました。こんな感じです。いや、少なくなってた木の実も補充ができたので、結果的にはすごく良かったんじゃないかなと思います。雪かぶりも埋まりましたね。これでまた2ページ増えました。よかった。雪の王埋まってたかどうかわかんないな、また確認しときます。次は、はい、黒曜の原因、あ、ピカチュウ出てる、ピカチュウ行きたい。あとは新王の御三家系、ここも見た方が良さそうですよね。埋まってたかな、忘れてる。ピコサラは埋まってる気がするんですよね。ピカチュウ、私ピカチュウに会えてなくて、ピチュウのは本当に早めに埋められたんですけど、ピカチュウの大発生とか大量発生、多分今まで出会ってなかったんで今回初めてな気がします。あ、ピカチュウ好戦的なんだ。あれ、多分ピカチュウに見つかってますよね。見つかってる見つかってる。メスの子、うわ、レベル60だ。高いからここで捕まえた子を一匹堂のピカチュウでやってもいいですよね。何匹かちょっと捕まえて帰ろう。倒しちゃったけど、あ、倒した数あと3はしたいなー。ヒコザル、ヒコザル、結構順調に捕まえられてるかな。もうすぐ多分
雨が上がる。あ、終わっちゃった。一応8全部出せたかわかんないですね、これは。出せてない気がする。もったいないな。ね、もっと何でしたっけ、ボール投げるの上手だったらいけてたはずなのに。じゃ戻って確認しましょう。ピチューのタスク埋めるの多分すごく簡単だったんですよね、なぜか。はい、ピカチュウ最終的に2匹になっちゃいました。いや、この子たちのどっちか使いたいですね。あ、5000円なの、そんなに高くないのか。親分が寝れなかったですね。あ、豪華猿も埋まってる。あれ、私ピカチュウ埋まってたみたい。豪華猿が埋まってなかったんですね。こっちも埋まったから今回遊んでよかったかも。はい、ページ完成1。結構増えてきましたよ。次は、どこで出るのか分かってないですが、とりあえず今の段階で181まで来ました。本当はね、サクサク研究のタスクを埋めていって、図鑑登録をされてるポケモンを増やしたかったんですけど、なかなかうまくいかないですね。普通に技かけた方が良かったのかな。33。はい、こんな感じです。結構いろいろ回ってきました。クレベースは埋まってなかったからいけてよかったですね。久々に30匹以上捕まえてる気がします。あー、クレベースが9だ。惜しい惜しいな。倒した数っていうのにすればいいですね。ヒードランはね、1匹道ちょっと遊びに行ってたので、それで埋まりました。いやー、なかなかクレベースが埋まらない翡翠の姿の子たちを埋めるのがちょっと下手くそかもしれないな、私は。うわ、2箇所出てますね。どうしよう、これ迷いますね。群青の海岸にしちゃいました。こっちでよかったかな。翡翠の姿いないかな。お、バスラオがいますね。バスラオ行きたい。ま、とりあえずバスラオ行くまでに回っていこうかな。ここ向かいます。ここ、あ、メスがいる。多分あの奥の白いのメスですよね。イダイトウも出てるんだ、嬉しい。これは嬉しい。私オスしか持ってないんですよ、イダイトウ。なので図鑑のね、LR で出せる横の図鑑がこれで埋まるんじゃないかな。捕まえて、捕まえたい。メスちょっと困った顔してるんですよね。疲れた顔というか、あの目のとこの感じと、あとはメスだとオスと違ってヒゲがね、ないんですよね。色も違うし。よし、初メス、嬉しい。あ、捕まえた数3にしかなってないどうしようかな。バスラーはね、埋まってた気がするんだけど、違うのかな。あ、ちなみになんですけど、オスとメスで生息してるところが群青の海岸上で違うので、今ね、私がいるところと、あとなんかね、一番端っこ、あ、新たな群れが生まれる。来た来た来た。え、めちゃくちゃ嬉しい。これで埋まるかもしれないこっちね、確かね、メスかオスか忘れちゃったんですけど、絶対オスとかしかいないとか、絶対メスしかいないっていう、その海域があるんですよね、確か。どこだったかな、この辺と、もう一箇所がどっちか忘れちゃったんですけど、なんだっけ、戻りの洞窟側の一番端っこあたりだと、オスかメスかの片側しか出ないから、オス欲しいとかメス欲しいっていう時にね、どっちか見ると必ずその個体がいますね。そういえばあんまりこう、そう考えてバスラを捕まえてなかったので動画にしてないんですけど、ちょ、群青の海岸だとメスしか出ないところ、オスしか出ないところって分かれてるので、あの白いイダイトウ欲しいとかね、のピンクのね、私も乗っかってる赤いイダイトウ欲しいみたいなところで分けてもいいですよね。
そう、図鑑もね、オスの姿、メスの姿で、本作も載るし。いや、今回の嬉しいな。でもレア枠な気がするんですよね、偉大党って。多分なんですけど、初めて見ました。そっか、大発生だとあるのか、大量発生で偉大党見たことないので、バスランはあるんですけど、偉大党自体があれなのかな、その集団で出るのが珍しいのかもしれないです。これはめっちゃ嬉しい。皆さんももし会った時にはね、行くようにしたらタスクも埋まるし、いいんじゃないかなって思います。そう、今作ね、バスラオから偉大党の進化がね、かなりめんどくさいんですよね。あのトータルダメージの量っていうのかな、トータルの自分にこう反動ダメージをこう数えないといけないみたいな感じで、ね、結構ね難しかったから、偉大党でメスの姿、オスの姿って出るのはかなり嬉しいかも。あ、そうそう、ウェーブアタックですね、確か。うわー、オス、オス、あ、目が怖いオスが怒ってる顔してる。ヘビーボールでいいですよね、多分捕獲率が良かったはず。ヘビーボール系、メガトンボール持ってくればよかったですね、忘れちゃった。次来るときは用意できるようにしようと思います。あと1かな、これで終わりじゃないかな。オスメス今回出てましたね、わかりやすいですよね。オスはピンクだから、メスの方が白だからちょっとあれですね、水面の波のこの揺れてるところに隠れちゃうと見にくいんだけど、オスは分かりやすい。攻撃的なのかな、もしかしたら。これで終わりです、最後。あー、終わっちゃった、トゲチックいや、トゲピー、トゲチックは埋まってるんですよ。いやー、いや、進化したの出ないかなと思ってきたんですけど、出ないですね。あと逃げるときがね、すごく可愛いこの子たち、上に向かって飛んでいくんですよね。さすが天使ポケモンです。あと2かな、逃げないで、逃げないで、捕まえさせて、よし、入って、ダメー、はぁ、逃げちゃったラス1、あー、行ってしまったいやー、これがね、あるんですよ、すごく悲しい、めっちゃ悲しい、やっちゃった、はいいや、でも偉大党のオスとメス、割合的にはメスが多かったですね。でも10匹以上で、いや、今回のでさすがに埋まったと思います、多分。そう、図鑑登録するときにタスク埋めるのどうしようかなって悩んでたので、いや、かなり嬉しいですね。もう完全に2しか溜まってなかったんですよ、研究レベル、すごく嬉しいです。はい、こんな感じでオスの姿、メスの姿で顔違いますね。見るとね、あの唇のところとか、あの目の上の眉毛っていうのかな、のとことかね、ヒゲとか全然違うんですよね。埋まってよかったです。はい、ということで結果的に、一応ね、179ぐらいから始めたんですけど、183までは来ました。まだまだ、うん、まだまだなので頑張ろうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!